こんばんは。今回は、習慣の力っていう本についてね、少し述べてみようと思います。で、今その習慣の力っていう本を読ませていただいてるんですけれども、これがかなりですね、太い本なんですけど、なんか読み始めたら面白いなっていうことで、ぐいぐい引き込まれて読ませていただいてるんですけど、習慣の力、これやっぱり習慣っていうのはすごくね、大事だなっていうことを改めて感じてて、習慣が人生運命を作るっていうようなことをメンターから教えてもらったりしたんですけど、習慣はまさにその人の運命を作っていく。そしてそれが、その習慣の力っていう本では、個人だけでなく、その会社とかね、全体に関しても働いてるっていうことなんですね。会社全体である一つの習慣、キーとなる習慣を決めることで、会社全体がですね、どんどん発展していくっていうようなことがあったり、あるいはあの個人の面で言えば、マイケル・フェリプスでしたっけ、ごめんなさい、ちょっとね、あの人の名前を覚えるのが苦手でですね、マイケル・フェリプスとかいう、あの水泳のスーパースターの選手がいましたよね。金メダルを8個とか9個取ったっていう。で、そのマイケル なんとかさんっていう方が、してる習慣とかね、この方もやっぱコーチによって習慣を植え付けられていったわけです。ですからもうどんな局面が来ても冷静にですね、ちょっとトラブル、ハプニング的なことがあったとしても、それを乗り越えて普段の力を 100% ね、こう発揮していける、そういう習慣作り、全て習慣にそれは行き着くわけです。で、習慣って言っても一気にね、習慣をするとまたこれ失敗するんですね。また元に戻ってしまう。ですからキーとなる習慣、その習慣を変えることで他の全体も変わっていくっていうね、習慣、これをしっかり続ける、それがあの人生全般的に良くしていく秘訣だっていうことが書かれてて、なるほどなと、これも深く感銘を受けたんですけど、だからあれこれね、一気に習慣10個も20個も変えれないですよね。だからそうじゃなくって、そのキーポイントとなる、自分にとってキーポイントとなる習慣を変えるんですね。で、これ一つを変えていけば他が連動的にですね、自然となんか引き上げられていくっていうものがあるんですよ。だからそれを自分で見つけて、それを愚直に取り組んでいく、これがね、今回はその本を読んでね、大事だなと改めて感じたことです。ですから、例えばなんですけども、朝一番の習慣っていうのは、そういう意味で見るとキーポイントだと思うんですね。朝の習慣、朝起きてから何をするか、どういう習慣をするかっていうことで、やはりその日一日が整ってくるんですね。その日一日が非常にいい状態で過ごせる、これもキーポイントとなる習慣ですよね。そういうのを自分なりに作っていく、これは本当に一つ二つぐらいで十分なんですね。まずそれを続けていく、そしてそれができるようになったら、少しずついい習慣っていうのを増やしていくのもいいと思いますし、そういうふうにやっていくのがいいのかなと感じています。ぜひやってみてください。以上です。ありがとうございます。